When did we start to find ourselves? Caught up with music style and dance genres. We'd be like, this music, so it should be this genre. Today, we are here to present to you how cool every bit of dance can be, with just one J-pop tune, regardless of genres. Our dancers include people from 5 to 50s, from the north to the south in Japan. It's a masterpiece unlimited by age, sex, area, and genre. There ain't no borders. I Shoji would like everyone to realize various possibilities and challenge rather than say, well, I am too old. Hell, I live in the middle of nowhere. This is supposed to be. Now let us show you how borderless we can be.はい、若い子たちに、まあ、挑戦の場を与えるっていうのが一番ですね。まあありがたいことにじゃないですけれども、まあ、僕も別に経歴もいらないし、いろんな現場経験させてもらって、じゃあ、僕の名前を使って、じゃあ若い子たちがこういう大きな舞台で、振り付けに挑戦する、それを評価してもらうっていう場を、僕の名前とか、僕がなんていうかな、持ってる環境を使って作ってあげるっていうのを、ずっとやりたくてですね。で、今回は正直エンターテインメントラボっていう、まあ、カンパニーとしてエントリーさせていただいてるんですけれども、まあ、僕が、監修するっていう形で、まあ、次世代のコレオグラファーというか、僕についてきてくれてる子たちが、中心となってね、みんなで、振り付けを考えたり、構成を考えたり、照明案ってどういうふうに書いたらいいんだっけみたいなところを、僕がこう指導しながら、やってるっていう感じで。そうですね、まあ、タイトルにも、まあ、ボーダレスっていうふうに書いてるんですけども、今回出演者が、北海道から九州まで、でしかも、全て、リモートでリハーサルやってます。はい、これは、まあ僕のカンパニーの強みでもあってですね、うちには、ダンサーが、まあ、600人から700人いて、でそれも日本全国で、なおかつ、僕はまあ基本的にはシアタースタイルとかテーマパークスタイルっていうのをメインでやってるんですけども、プロの社交ダンサーがいたり、プロのタップダンサーがいたり、プロのストリートダンサーがいたり、まあ、いろんなね、ジャンルをこう第一線で活躍している子たちがいて、で、まあ、そういう子たちでこう一丸となってじゃないですけども、まあ、まさにね、年齢や、地域、性別、ダンス、ジャンルみたいなものを、まあ、全て取っ払ってね、J-POP 一曲使いでさ、どう見えるのかみたいなところを、まあ、今回ちょっとお試しで作ってるっていう感じになりますね。その辺楽しんでもらえたらと思います。はい、あっという間に終わります。もう本当にあっという間に終わります。なので、まばたきせずお楽しみくださいっていう感じでございます。噛みましたね。へい、これも精進ということで使ってください。はい、みんなで楽しんで頑張りたいなと思います。誰もが楽しめるダンス作品、その頂点を目指して壮大なステージセット、照明を駆使して戦う振付師たちの熱き決戦、レジェンド東京。この感動をぜひ会場で。